日本総新党はかつて存在した日本の政治団体。現職、現職の地方主張地方議員を中心として2010年4月に結成された。透名の日本総新党は大化改新明治維新に習った根こそぎの改革としての平成総新を目指すべく命名されたものである。首長時代に 新しい歴史教科書を作る会の教科書採択を主導した山田博士元杉並区長と中田博士元横浜市長がそれぞれ党首代表幹事を務めるなど保守色の強い松下政経塾出身者が党の中枢を占めていたそのため主張や政策にも新保守主義的な色彩が強く現れており地方文献政策に期待して賛同者となった 地方主張から保守的なイデオロギーを全面に出すスタンスへの批判が寄せられたこともあった。国政への進出を目指していたが国会議員の参加はなく党として望んだ唯一の国政選挙である第22回参院選でも全候補者が落選した。また同選挙での得票率が2.0%を下回ったため政党要件を満たすこともできなかった。 決闘から回答までに17名の地方議員が所属したものの離合衆集散が激しく、回答時の所属議員は8名だった。2012年9月29日、日本維新の会への合流を理由に回答した。2020年現在、小坂英治荒川区議会議員が日本総新党幹事長を名乗って活動を続けているが、党の実態は不明である。良い国作ろう。 日本市民会議を母体として、2010年4月18日に、保守系の地方首長、地方議員らによって結成された。結成記者会見において、上田政治埼玉県知事、松沢成文神奈川県知事、河村隆名古屋市長など26名の現職、現職地方首長を応援首長連合として発表。4月25日には、47名の現職、 現職地方議員を政策賛同者として発表した。ただし、応援主張、賛同議員の多くは、日本総新党に入党せず、外部から政策面で連携するというスタンスを取った。また彼らの大半は、政令指定都市、中核市、特例市などの都市部や三大都市圏内の地方自治体に所属しており、地方部からの支援者は少数に止まった。 2010年7月11日執行の第22回参院選に向けて選挙区4名、平行区6名の計10名を公認候補として擁立。5議席以上の確保とキャスティングボートの掌握を目標に掲げた。5月17日には選挙に備えて党本部を東京都渋谷区東から新宿区本塩町へ移転した。 また共に、日本を救うネットワークに参加している立ち上がれ、日本との協力体制を構築し、青森、茨城、千葉、神奈川、大阪の5選挙区で両党の候補を一本化して、互いに推薦し合い、選挙後には、統一会派を結成することで合意した。さらに、資金難から、同選挙への出馬を断念した、新右翼系政治団体の維新政党、 新風と協議を行った結果、東京都選挙区から出馬する山田博士投手を新風が支持する運びとなった。第22回参院選では選挙区、比例区ともに議席を獲得できず、政党要件である、得票率2.0%にも到達できなかった。また立ち上がれ、日本の推薦候補も全員が、協託金没収の上落選。 目標の一つであった民主党政権の過半数割れは結果的に達成したものの党としては惨敗を喫した。議席を獲得できなかったため立ち上がれ日本との統一会派結成案は立ち消えとなった。選挙区では東京都選挙区から出馬した山田博士党首が20万692票を 獲得して協託金没収点を上回ったものの、残る3名は全員協託金を没収された。比例区でも493,620票の獲得に止まり、一議席の獲得に627,748票、不足した。都道府県別の比例区得票率を見ると、比例区から出馬した斉藤博史政策委員長が知事を務めた山形県では、 得票率6.0%で公明党に次ぐ第5位と前線したものの多数の党幹部支援者が地盤とする代表伝の東京都、千葉県、神奈川県、大阪府はいずれも得票率1%台と低迷。その他の42道府県はすべて得票率0%台で、うち福井、岐阜、三重、和歌山、鳥取、島根、徳島、高知、佐賀、 大分、沖縄の11県では、女性党、幸福実現党の得票をも下回り、名簿届で政党中裁会の結果に終わっている。この選挙で同党が没収された、協託金は、総額で4500万円に上った。さらに比例区での得票率が1.0%を割り込んだため、選挙中の新聞広告について、実費負担を強いられることになった。 参院選直後の記者会見では、立ち上がれ、日本をはじめとする保守政党との連携を強めつつ、地方選挙に候補を擁立する意向を示した。また8月16日には、東京都港区虎の門に事務機能を移転し、同年10月6日をもって、党本部自体も同地に移転している。11月7日に臨時党大会を開催。山田博士と、 中田博史はそれぞれ当主、代表幹事に再任されたが、斉藤博史は政策委員長を辞任し、公式サイトのメンバー欄からも削除された。また、同大会には立ち上がれ日本代表の平沼、竹雄衆議院議員と自民党の江藤、誠一参議院議員が、大会後の懇親会には、自民党の下村博文衆議院議員がそれぞれ出席し、 保守政党間での連携の必要性を確認した。2011年3月11日に東日本大震災が発生した際には、党の関連組織の日本を送信する会が約790万円の義援金を集め、宮城、福島、茨城の3県に救難ボランティアを派遣して、物資の輸送や焚き出しなどの支援活動を行った。 2011年4月に行われた第17回、統一地方選挙では、改選を迎える所属議員5名のうち、港区の山本平とめみを除く4名と、現職1名、新人4名の、計9名を公認。また多党公認及び無所属の候補8名と山本の、計9名を推薦した。選挙の結果、公認候補は、現職3名。 現職1名が当選し、現職1名、新人4名が落選した。また、推薦候補は、大阪維新の開校人候補2名と無所属の1名が、当選したが、当所属の山本を含め、残りの6名は落選した。これにより、当所属の地方議員数は、公示前より1名減となったが、その後大阪維新の開校人の推薦候補2名が、 入党したため、差し引き1名像となった。さらに、同年8月の埼玉県杉戸町議会議員選挙で、公認候補が1名当選し、所属地方議員は9名となった。2012年2月5日に、東京都内で開いた、党大会において、橋本徹大阪市長が率いる大阪維新の会との連携を強化し、政界再編を目指す方針を示した。 党大会直後の同月26日には、大阪維新の会で、政調会長を務める浅田人氏大阪府議会議長が、日本を送信する会主催のパーティーに出席し、互いの連携をアピールした。当時議論を呼んでいた艦隊併用、戦略的経済連携協定に関しては、党内でも意見の相違が見られた。山田博氏党首、中田博氏代表幹事は、 日本の TPP 加盟を推進する立場であり、口述する日本総新党が、目指す理念と政策にも TPP に関して、国益を守りつつ、戦略的に推進するとの一文が盛り込まれたが、土屋高行東京都議や小坂英治荒川区議など、TPP 参加に反対するところ属議員もいた。同年7月頃に、安田信也吉川市議と、中野俊子大阪府議が、 ホームページのメンバー一覧から削除されたが、翌8月に、昨年の統一地方選挙で、総新党の推薦を受け当選していた、木本検索釜合理市議が、メンバー一覧に追加されたため、所属地方議員は8名となった。8月1日、党の基本政策として、日本総新党が目指す理念と政策を発表した。2010年代の、 第三局の理合集参2012年9月23日、かねてから連携を進めてきた大阪維新の会を母体として発足した日本維新の会に合流するため、回答する方向で検討を進めていることが報道などで明らかになった。両党の政策に共通点が多いことに加え、日本維新の会が政党間の連携を原則として行わない方針を打ち出したことが、 背景にあったという。党内からは、回答ではなく、日本維新の会と選挙協力はできないのかとの、反対意見も出たが、9月29日午後に開かれた、臨時党大会の議決により正式に回答した。党大会後の記者会見で、山田博士党首は、回答の理由について、正解再編のため発展的に解消する、日本維新と自民党の安倍晋三総裁ら、 良識的な保守層との接着剤になると説明した。また、維新が議席を得なければ大きな力を発揮できない。覚悟と決意はあると語り、日本維新の会から直期総選挙に出馬する意向を表明した。山田博投党首、中田博史代表幹事ら主要メンバーが、日本維新の会に合流する一方で、党所属の小坂英治荒川区議清水隆 政策委員など、日本維新の会への合流を否定、保留するメンバーも見られた。党側は、日本維新の会に合流するか否かは、各自の判断に委ねるとしている。後に2014年の日本維新の会分党に際して、山田博士、中田博士らは、石原慎太郎らと共に次世代の党の決闘に参加。 これにより、急に本総新党の流れは次世代の党へ受け継がれることになった。前述の通り、保守色の強い松下政経塾出身者を中心とする地方主張、地方議員らによって構成されていたことから、新保守主義と地方文献が政策の柱となっていた。以下、2010年6月に発表したマニフェストと2012年8月に、 発表した基本政策の要約を記載する。民主党政権打倒を掲げて、超党派の保守系グループ、日本を救うネットワークに参加し、特に立ち上がれ、日本とは互いに選挙協力を行うなど緊密な関係を保っていた。頑張れ日本。全国行動委員会や維新政党、新風など非自民の反米保守系団体との協力関係も深く、 各種集会や国政、地方選挙において共闘を進めた。ただし、日本総新党は日米同盟を基軸としており、基本政策で日米同盟を主軸に据え、強化すると定めるなど、新米保守の立場を明確にしていた。大阪維新の会とは、山田博代表、中田博代表幹事が大阪市特別顧問として、 橋本徹大阪市長に協力するなど、密月関係にあり、後に、日本維新の会への合流、回答案が持ち上がる下地となった。また多数の関係者が、維新政治塾に参加しており、二次選考で落選した、総新党関係者を、維新側が、政治的配慮から、復活合格させるという一幕も見られた。さらに、大阪維新の会公認 日本総新党推薦で当選した村上英二大阪市議と中野俊子大阪府議は総新党に重複所属していたことがあった。公式サイトでメンバーとして紹介されたことのある議員のみ掲載する。2010年末時点では1047人の党員が在籍していたが、翌2011年末時点では446人にまで減少していた。 新四福業界第二位の青木ホールディングスで代表取締役会長を務める青木広武県ら企業経営者による勉強会、だるまの会が等に資金援助を行っているとする説が複数のメディアで報じられた。週刊朝日は等結成前の2010年1月25日に青木社長と山田博士、中田博士、斎藤博士らが会合を持ち、 新党への資金援助について、青木社長から、金の心配はするな。俺だけじゃないから任せろとの発言が行われたとする、関係者の談話を伝え、結成直後には別の政界関係者の談話として、青木社長をはじめとする、ダルマの会のメンバーが、党の支援に回る可能性が出てきていると報じた。また月間リベラルタイムは、ダルマの会が、党のスポンサーとなっており、 青木社長から2億円の資金提供が行われたとの説を報道した。2010年分の政治資金収支報告書によると山田投資個人が活動資金として2億2000万円を党に貸し付けているほか母体となった良い国作ろう。日本市民会議が3850万円を後に日本を送信する会の会長となった。 上田政治埼玉県知事が個人として100万円をそれぞれ政治献金している。以上、すべて松浦義子が設立に関与。ありがとうございます。